んにちは、元ものまね芸人の岡本まりです。島村の購入品をご紹介していきたいと思います。雑誌ビビとのコラボの2ピンクを3着、そして冬の小物を2つ、そして最後は子供におねだりされたものを2つご紹介していきます。本当におすすめなので見ていただけたら嬉しいです。それでは動画スタート。これはね、着回しにすごい最適な旬なアイテムです。こんな感じの長めのスカートになっています。これはね、合皮のものなんですけれど、素材は結構薄めなのかな、生地自体は。だから重さはそこまで感じないで、でも風通しはね、しっかり防寒ができるので、ほんとこの時期おすすめです。こういう合皮のものって結構かっこいい系なイメージがあるんですけれど、これはフレアになっているので比較的に可愛くも着こなせます。でね、こうやってね、ベルトもついているので着痩せもする感じですね。これね、ボタンはね、飾りになっています。着てみた感じはこちらです。はい、この700円ニットパープルを買って、今回は白にしました。なんかいろいろ合わせやすいので、これはすごい結構薄め、しかも700円なんですけど、なので本当に色違いがいおすすめです。まあ白なので、この上にワンピースキャミソール型の着たりとか、いろいろ着回しが白もできるなと思って、まあ、前回買ったパープルは結構そのまま使う感じが良かったので、今度は合わせやすいのがいいなと思って白にしました。まあ700円なので、着たらちょっとダマというか汚れやすさというかニットの感じあるんですけれども、700円だから仕方がないかな。こちらです。これですね、色違いで購入しました。以前はベージュを買って、それも YouTube で紹介したんですけれど、今回はグリーンです。これなんと2700円ぐらいなので、色違いがいも本当におすすめで、ベージュはちょっと大人っぽくもなるし、このグリーンはすごい爽やかでポップなので、ちょっと衣装としても着ようかなと思ってこれを購入しました。続いては冬の小物類を2つご紹介します。1つ目はマフラー。これカシミヤがちょっと入ってるのかな、でもすごく安いです。このね、チェックとベージュの柄がすごい可愛いし、いろんな洋服に合わせやすくてこの柄にしました。こうやってマフラーとしても使えるし、こんな感じでね、大判なので、はい、こんな感じでストールっぽくも使えます。続いてはこちらの帽子です。ウールのものになっています。ベレー帽ですね。冬は結構こういうのよくつけています。あったかいし、黒だとどんな服にも合いやすいし、髪の毛がボサボサの時もこれで隠せるので、これを買いました。はい、最後は子供アイテムです。うちの息子にすごいねだられて買いました。ポケモン柄のトイレマットですね。可愛いんですよ。これ丸くなっていて、ほんとポケモンのゴール風な感じで、890円ですね。全然安いですね。ウルトラマンのパジャマセット。これ他にも、仮面ライダー、セイバーだっけな、あとプリキュアバージョンもありましたね。サイズは100からあった気もするな。でも私は120を買いました。息子5歳で110ぐらいなんですけれど、来年も着たいなと思い、サイズが大きくなっちゃうので、ちょっと大きめの120にしました。なんと2000円なんですよ。ふわふわのパジャマ、上下セットと、このね、ベストがついているんですよ。これ変身ベストって言って、ウルトラマンに変身できるみたいな。ベストがついて2000円。2点で2000円。これはすごいお得だなと思って、今実際に持って見せたかったんですけれど、洗濯中なので、見せれません。すいません。ちょっと写真あれば貼っときます。でね、特にこの変身ベストっていうのが便利で、もともと島村で今回はパジャマいっぱいあったので、ベストだけ寝る時用に着るベストだけ買おうかなと思ったらこれを発見しました。で、パジャマも素材はすごい軽くて、なのにちょっとふわふわっとした感じなので、暖かさもあります。もうこれは来年、再来年は着れるかな？無理かな？まあちょっと2年間ぐらい頑張っていきたいと思います。はい、
い、こんな感じで島村の購入品をご紹介しました。 LINE ブログは1日3回配信しています。こういう島村の購入品なんともちょこちょこ載せているので合わせて見ていただけたら嬉しいです。そしてインスタグラムもやっています。ハッシュタグマリおすすめコスメで検索すると過去の美容記事が一気にご覧いただけます。もしよかったらチャンネル登録、そしてよかったと思ったらグッドボタンお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いできたら嬉しいです。バイバイ。